ちゃこんにちは、じゃということで、はい、開幕も火蓋を切ったということで合ってます、ね、いや使い方合ってます、切りまくったよ、はい、まあいろんな、まあ、注目選手やっぱりいろいろ出てるじゃないですか。ルーキーの選手が結構やっぱり湯坂さんも取り上げてると思うんですよ、チャンネルで、はいはい、なんですけどもこの、まあ、2年目3年目とか、うんまあ、あんまりこの他で言われてないような、うん、まあ若手だよな、若手は今どうなんですかっていうのを聞いていこうかなと思いまして、俺に、はい、そうです、うん、それはもうやっぱ内部事情、まあ、答えられる範囲でな、やっぱねこう切り込んでほしいなっていう、いややっぱそこはやっぱ言ってほしいですよ、それはやっぱ色じゃないですかこのチャンネルの、はい色付け5つした色付け5つした俺ら切り込んでいきましょうよ、本当にはい、ちょっといいですか僕、あいいよ、じゃあ先、はい、やっぱりもうこの目玉のドラフトだった、うん奥川くん、もう2年目ですかね、今年実際どうですか、まあヤクルト見え方は悪くないよね、見え方だ、例えばブルペンで投げてる姿とか、ああなるほどなるほど、全然悪くないよ、あそれ視力の問題じゃないですか、まあそれも多少あるけど、そっちのあるけど、はい、ただやっぱ投げてるボールがさ、はい、こう指にかかってるボールとかかってないボールっていうのが多分あると思うんだよ、打席に立ったら、だから結構あの球を、まあ、150キロとかポンと計測しても打たれるというのはさ、はい、棒球になりがちだなという、うん、もの自体はやっぱ素晴らしいものはあるんだけど、ねはい、まだちょっと完成はされてないよね、うん、ただ開幕の何戦目かに行くっていう話なんだけどさ、はいはい、どうかなって不安だなっていうのは確かにある、あ、うんまあ、オープン戦とか見ててのってことですよね、ただねああいう子がこう波に乗っちゃうとさ、はい、結構イケイケだからさ、うん、だから面白いとは思うけど、ただもうちょっと時間かかるかなっていう、そんなちょっと感じがする、ね、年内はいけそうですか、年内、年内行ってもらうのが困るよねそれからやっぱりチャンスだからさ、ヤクルト、まあそうですよ ね、 そうですね、今やっぱりそういう選手が出てくるチャンスですから、そうそうそう、だからやってもらうのが困るよね、コウさん、なんか誰かいますか、いいんですか、はい、行っちゃってくださいよ、やめとこうもん、いや顔が怖いもんな、何言ってんすか、切り込んでほしいもんね、やっぱり切り込んでほしいですよ、ね、私、ドラゴンズファンなんですけども、うん、あ知ってるよ、ありがとうございます、やっぱネオくんですよね、ネオな、今年でもすごい、固め打ちとかしたりして調子上がってきてるんで、やっぱりお前バッティングか、ネオに、いや、打ってほしいっていうのはあるよ、俺はね、あの肩だけでもベンチに入れるべきだと思う、おあのレーザービーム見たんですね、見た、やっぱ球速いし、はい、コントロールいいし、だからそのみんなさバッティングバッティングってそれは打たなきゃ飯食えないんだけどさ、はい、でもバッティングばっかりに注目されてるけど、あの外野の肩だけでも価値あるなと思ってさ、うん、だからそれはベンチにいて徐々にまた一軍レベルのピッチャーに慣れていければさ、はい、これはものになってくると思う、守備要員というかその、まあ、まずは守備で、はい、だけどバッティングの状態が良ければ、はい、まあ回を打たせるだけのそれ根を使うだけの少しチームに余裕があったら、はいはい、面白いと思う、うん、なんかお前らなんかこう聞いて、はい、ああとかああよかったとかなんか感動が全くないよいや、じゃあ中日ファンの今の上での意見もちょっと聞こうと思って、はい、どうですか今納得というか、いやしっかり分析されてるなって思いますどっから上から解説者評論家だからやっぱねその二刀流でもともと入ってきてますから、はい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 、まあ、肩も強いですし、うん、その守備っていうのは二刀流では入ってないから、まあ、でもどっちもできるってね、まあ、どっちもできるっていう振りだし、でも肩も強いレーザービームも、まあそれはちょっと目つきたくなったよ、ね、なんかレンズが入ってないやめてくださいよ、うん、それでだから、うん、その何でしたっけ話どう見んのかっていうお前なんかやるくないだろ、いやないわけないじゃないですか、ないわけないじゃないですか、ありますよ、こんなもうせっかくのチャンスいただいて、そうだろう、はい、まあ、ちょっとその流れでちょっと世代、うん、その世代で、うん、あの小園くんとか、うん、広島、小園が一軍に呼ばれないからね、呼ばれないか、呼ばれないとはやっぱ話になんだよな、はいはい、でも以前なんか小園くんの話に、うん、はい、なんか挨拶されなかったんですか、ああ、なんかありましたよね、ああ、違う気がつかなかった、気がつかなかったっていうああ、なるほど、うん、で、小園って言うんだら、はい、ああとか言ってなんかこうなってんな、今あ周りがちょっと周りが見えない、見えてないの視野もっと広くちょっと盲目になってる感じそれ仕方ないだから、野球どころじゃないで期待してますもんね、小園くんには、だって言うだろ、小園は、はい、お前さ、はい、高校の時によ、キレのいい150キロ投げられて、はいはい、
お前右バッターだよな、はい、引っ張ってポール際入れれた？いやもうそりゃ入れられないですよね。やっぱ当てんのが精一杯だろ、はい、当たったとしても前に飛ぶ気がしないでしょ。しないっす。あいつプロ入ってその球をポール際に放り込めるんだから、そりゃ素材としたらもうすごいよ。じゃあやっぱりなんか大事に育てたいみたいなのがあるんですか？いや大事じゃないよ。え、いや球団がですよ。いやいや大事じゃない。使えってことですか？もっと使ってほしいみたいな。使える状態だったらな。あ、そっか、分かんないんですよね。なんかそれ情報入ってきてないんですか？いや今周りが見えてないっていう情報。情報情報が情報がそういう情報あるんですか？まあそう、まあいろいろなところで流れてるよね。もっと濃いめの情報が欲しかったんですけど。これはもう盲目になっちゃってるから、ね、ああなるほどなるほど。だからちょっと、うん、野球にこうバンと邁進すればね、はいはいはい、また戻ってくる。あ、まあ、ちょっと今セリーグ多めでしたけども、うん、さんなんかパリーグとかでそのとか気になる選手いますか？パリーグですか、はい、あの西武 の、うんうん、あのブランドン選手いい。僕の右のこのパンチ力のある、この間もホームラン打ってましたけど、パンチ力あるように見えないんだけどね。そうなんですよ。ですっごいイケメンじゃないですか、うん、いいもう荷物であれはね、いいいいですよね使ってみたい選手だよ。あ、なるほどなるほど、うん、ちょっとこっちがこう、かき立てられるというか、そういうでね、タイプ的にあんまり三振もしないと思うんだよ。おお、ミートもうまいし、はいはい、で、西武の特徴って打線の中で三振が多いっていう特徴があるんですよ。あれをしない選手だと思うんだよ、はあ、なかなかあまり西武にはいない選手タイプ、うん、だから俺はパンチ力があってなおかつ三振しないという新種が現れたみたいな。コロナじゃない。新種もめちゃくちゃ可愛かった。まさか新種びっくりしました。急にシュッてなるんだね。球界にも新種が、そうそうそう、いや、変異種が、はい、変異種、変異種。いや、だからなんか、それは楽しみだなって思う、はい、いいとこ目つけてた。いやありがとうございます、本当に。でも、お前がなんかルーキーだ、どうのこうのって言ってた、あいつ、誰だっけ、渡辺、はい、ダメだね。いやいやいや、まだ早いですよ。まだ早い、まだ分かりにくいです。この時点ではダメだなっていう。なるほど。いや、将来的には分からない。いや、そうですよね、うん、はい、佐藤クラスになるかも分からない。そうです、そうです。まだまだ、うん、これからですよ。じっくり行きましょうよ。でも、佐藤があれだけできて、あの子はちょっと違うからな。まだそうです、ね、ちょっとなんか遠慮が見えるんだよ。おお、佐藤ってふてぶてしいじゃん、はい、あ、でも渡辺っていうのはなんかこれで僕いいんですかねみたいな、そんな感じなんだ。体でかいのに。いや、もっとつぶとくやってほしいんだけどさ、あ、なんかこうちょっとねバットポキンなんて折っちゃって可愛いいや、だからもっとふてぶてしくやってほしい。あ、ね、いや見ててそう思っちゃうってことですね。思っちゃう。お前なんかさ、はいはい、お前らなんかこう俺のチャンネル潰しに来て、いや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 、お前ら盛り上げるためって、新手の潰しじゃないですよ。いや、たまにそういうのが可愛い一面見せるじゃないですか、はい、今までそういうのなかったんで、はい、ちょっと準備できたの。あ、ちょっとやっぱなんかお前、やっぱりなんかね、戸惑っちゃう。今まで見たことないなんかちょっと可愛いこの、あ、そう、なんか昔なかったよね。なかったんすよ。バカ野郎とかそういうのばっかだったのに、おいみたいな一辺倒だったじゃないですか。可愛さ出してくるんで、今もう精神的にこう、はい、ちょっとふわっと落ち着いてる。ふわっふわっと落ち着いてるんですか。ふわふわじゃなくてふわっと、ふわ。あ、あとすいません、はい、あの一人オリックスの紅、はい、林選手来た。僕あの名前一緒なんで、コウタロウコウタロウなんで応援してるんですよ、はい、名前が一緒ってだけで。あの子は、はい、いい。おっ、いやいや、あの子もいいじゃないですか。あの子もいい。さっきもいい出ましたけど、いい顔つきがいいわ。お、おお、顔つき、ああ、やっぱね、勝負師の顔してる。はいはいはい。だからものすごい期待してる。おお、去年、はい、ちょっとあの残り試合数試合に出たけど、出てましたよね。あの時から、ああ、いい選手だなって。あのね、被るのが広島の前田と被るんだよ、顔が。おお、あ、ちょっとキリッとしてる。そう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 、はいはいはい、分かるでしょ。分かります、分かります。だああいう手の顔っていうのはやっぱ勝負師が多いよ、はい、顔で、まあ、人相というか、まあ、別にあの人相学を勉強してないけど何もかじってないけど、ね、何もかじってないけど何か感じるもんがある。あ、なんかいい、まあ、でも井川さん優しそうですもんね、うん、
キリッとしないけど勝負しない、人それぞれだからね、バカ俺はお前今太っちゃってお前こうなっちゃった、若い時はキリッとしてるしてましたかねお前生まれてる生まれてないですね、そうだろ、わかんねえじゃん。いや、よかったっすわ。やっぱ、孝太郎会はやっぱ担ってほしいんで。いや、そうだね。はい、でも、いい選手は俺はなると思う。おだから、我慢が必要だな。我慢っていうのはどういった、いや、だからみんな、今、名前を挙げてた人っていうのは、はい、レギュラー候補だし、レギュラーの器だと思うんだよ。はい。だから、使う方としたら、やっぱ我慢が必要だよ。信じて。だ悪い時もいい時も、我慢をして、使い続けてあげるということ。これじゃ1年経って翌年には良くなってるから絶対、はい、そうか、うん、使い続けるっていうのがやっぱりまずは、ね、まずは大切だね、はい、だから右とか左ピッチャー右ピッチャーで変えたりするときあるじゃない、はいはい、そうじゃなくてやっぱり我慢してやっぱ使うという、はい、そんな中で豊さんの一押し選手は聞きたい、誰なんですか、聞きたいです、ズバリさ、これルーキーじゃなくて、あ、全然ルーキーはもう外すよ、はいはい、何回も言ってるから、はい、ね、俺は宮崎キャンプでライト守ってた学生の子のバイトがいるんだよ、ちょっとこれがね、すごいうまいの、何ですかどこ見てんすかそのプロですか、バイトで来てる方、バイトに来てる、それが、はい、プロが打った打球だよ、はい、背面キャッチとかしてんだよ、いやいや見たことある、なんか回ってる、それお前頭だったら危ないぞみたいなのを、はい、平気でパーンと取ったりとかしてるんだよ、はいはい、だからこれ抜けたなと思ったら、はい、映像にポーンと出てくるんで、俺そいつに会いたくてさいやお前プロになれんじゃねえかっていうような、いやこれ宮崎キャンプの時のすごい呼びかけた方がいいんじゃないですか、ちょっとマジで見てる可能性ありますよ、ちょっと背面キャッチしたやついる、ちょっと見てたら連絡くださいいや本当コメント欄でもいいからさ、本当に連絡ください、まさかのいや俺はねどっかで言いたかったんだよ、それ今まで言ってなかったんだ、ね、言ってないんだよ誰も、でもあいつすげえなって、あいつすごい守備してんなと思って、一押し、ちょっと自分も見とく、名前も分かんない、はい、分かんないですね、何も分かんないですよね、だから男性の方ですよね、だから今分かってるのも、はいはいはい、ちょっとね、身長はね、スラッと高めだった、あら、で俺、外野手で背面キャッチパーンってやってるのは、はい、一郎しか見たことないんで、はいはいはい、ボールをこう遊んでるというか、はい、ボールを自分のものにして、はいはい、その宮崎キャンプのやつがいたんだよ、何者なんすかね、何者なんすか、めちゃめちゃ気になるんですけど、多分ね、はい、学生バイトなんだよ、はい、野球部の、だ地元のっていうところですかね、そうだ絶対見てるはずだよ、見てなかったらいやいやいや、絶対に来ないですよ、でもまあそういう選手もいて、選手ではないと思うんですよ、バイトもいて注目バイトが、俺はなんかすごくハートをつかまれたのは、はい、ロッテの山口、あ、井口監督が4番を打たせてた、はいはい、これはね、ものになる、いや、いいですよね、いいよな、高校時代ピッチャー、はいはい、明豪高校の山口、そういいですよね、うん、この選手は今年やったらブレイクするよ、おっロッテの4番を張っていく、はいはいはい、安田とか言われてたけどこの子が4番ある、おで、ある程度名前が取ってるやつでは辰巳がバッティングが良くなる、あ、楽天ですね、守備はもうお墨付きだから、はいはいはい、まあ注目だよね、うん、いろんな選手出ましたけども、はい、全員注目していきましょう、その背面キャッチ、はい、背面キャッチの学生も絶対連絡してください、そうだ、はい、びっくりしたこれ本当に連絡してください、とか思って、で見てる人も周りにそういう人いたら連絡もらえます、情報がちょっと少なすぎるんで、はい、俺がノックしてもう一回やってもらいたい